暑いですね。さあということで本日急遽ロケです、いきましょう。タイトルコールはこちら、渋沢栄のノープランノープランドライブポルシェです。ですけども、こちらのポルシェ、これねいやポルシェいいですね。これですよ、ポルシェの音いいですね。いやーね、なんと言いますか、まあポルシェ私のじゃありません、もちろん、こちら北参道放送局 の、 社長さんがですね、ポルシェを乗ってるのはね、まあここに泊まってるので、まあ知る人ぞ知る情報なんですけれども、まあやっぱり車好きの渋沢としましては運転したいなっていうのは思ってたんですけど、やっぱもちろん貸してもらうこともできませんでした。でもなんとこのポルシェ、なんと今日までなんですね。っていうのも社長が車を乗り換えるということで、このポルシェ今日までみたいなんですよ。だからまあ無理を言ってね、まあ本当お願いします、もうこれを逃したら渋沢は自分がねポルシェを運転することはもう一生ないと思います。なのでなんとか OK もらいました。いやー本当に最初で最後の私人生でポルシェの運転できるという夢が一つ叶うということで、社長鍵をじゃあ絶対壊さないで。いやでも壊しても大丈夫ですね。もういやいや大丈夫ですよね。ダメです。だってどっちにしろもういやダメです。ダメです。じゃあでも鍵これですか？違うです。これですか？こっち？おおゲットしました。いやー私もう今日限り帰ってこないかもしれませんよ。ちょっとじゃあお借りしますんで、ちょっとねこれで今日はノープランドライブということで、ちょっとねどこに行くかを車の中で決めつつドライブを楽しみたいと思います。皆さんぜひ渋沢とねドライブデートしてる気分でご覧ください。よろしくお願いします。まだ開ける、おおー開いた、スティックに出てた、私左ハンドル初ですねえこれこんな寝かせてるもん、こんなん、お近いな、じゃあ行ってきます。では行ってきます、行きます。で、こんな感じ、久しぶりに運転するっていうのもある、左、おーおー、エンジン音がシートベルトを着用してください。シートベルトちゃんとしないとね、 GPS も即行きました。さあまずはじゃあちょっと行ってみますか。わー左大丈夫かな、大丈夫ですか、はい、ちょっとこんな感じ、ブレーキ、アクセルですね、はい、ではドライブ、うわーやばい、うわー行ってきます、行ってきます、うわー怖い怖い、あルール自分で見てください、ミラー見ないの今の押さえてます、バッチリ押さえました。今日もね、全然ここからです、これ左だからやっぱり間違えちゃいますね、バッパーは。いや間もなく高速です、高速どれぐらいスピード出るんですかね生きて帰れますか、多分多分でも死ぬ時は一緒です
ったら行くぞ高速道路ETC すら立つかも。あー今か。あー今高速まだです。まだもうちょい高速。悪いことしないんですよ。私免許持ってますから悪いことはしないですよ。あ、めっちゃやだやだ、話せないじゃないですか。もうちょっとね、今危ないですから静かにして。あ、行き先決定しました。はい、ドライブといえば海ほたる、イエイ。よし、海ほたるに行きたいと思います。あ、アクアラインでしたっけ、あれをちょっとね走ってみたいなと、ポルシェで。それでは出発しましょう。では渋沢屋のノープランドライブ、ポルシェでゴー。行き先は海ほたる。行きます、行きます。渋滞
すごい日ね、渋滞が。人もいっぱいですね。台場ですからね。これぐらい？
どうですか、これ大リベンジですよ。お、うん、これはまっすぐやね。これぐらいかな、あ、またマフラー、はい、マフラーする。はい、着きました。やったー。さあ、ということで、あー、すごい、すごい、海、めっちゃ海です。いや、すごい、いや、いいですね。着きましたね。意外に近かったですけど、ちょっと見てきた。きれいきれいきれい、あ、海だ、やばい、きれい、これは、いや、最高。さあ、ミホタル、早速ね、パーキンググルメツアーに行きたいと思います。あ、鍵閉めなきゃ。はい、行きましょう。あの、さっき言ってた、あの、アサリマン行きたいと思うんです。まあ、めっちゃありますよ、本当に。食べるって。これ食べます。な、これ食べていいですか。ど、な、ちょっと待ってください。な、なんでそんな簡単に食おうとしてるんですか。注文しようかなと思って。いや、ダメですよ。なんでですか。ノープラン。渋沢よ。ノープランで。これ食べますよ。これいいですか。あ、全然それダメですね。なんでですか。食べさせません。いい、食べますよ。そう簡単には食べさせませんよ。食べますよ、別にいいです。食べますよ、いいです。いや、ちょっと待ってください。予算、そんな予算ありませんので。280円ですから、ね、280円も280円の予算あるでしょ。予算出せません。なんでですか。今から、はい、その辺にいる人と、その辺にいる人と、はい、じゃんけんしていただいて、じゃんけんして、はい、勝ったら280円の予算を出したいと思います。いや、いいじゃないですか。280円でいい絵が撮れたらいいじゃないですか。いや、ここはやっぱり渋沢業だけに。しかも、あの、アバウトなんですよ。その辺にいる人とじゃんけん。その辺にいる人と勝てばいいんですか。勝てばいいです、はい、まず私はその辺の人にじゃんけんしてくれる。そうです、そういうことです。え、その辺にいる人と、恥ずかしいんですけど、ね、その辺にいる人とじゃんけんしましょう。ごめんなさい、私とじゃんけんしていただいてもよろしいですか。じゃんけんだけでいいですか。じゃんけんだけで大丈夫です、はいはい、え、じゃあ最初はグーで、はいはい、最初はグー、じゃんけん、あ、負けた。あ、食えません、残念ながら。え、じゃんけんしてくれたのに。もしてもらえないですか。私、残念ながら食わしてもらえないんですよ、これ。負けたもん。いやー、まあ、まだチャンスはありますからね。わー、やばい、ちょっと絶景。いやー、綺麗。今何、夕日ですか、あれ。夕日？めっ
っちゃ赤いんですけど。うわあ、これちょっと行ってみます。一周ちょっと。すごいですね。ちょっと超いい時に来ちゃったんじゃないですか、これ。普通にロケハンとか何もしてないのにめっちゃいい部屋が撮れてる。撮れ高の超渋沢です。もう太陽すごい、すごい、ちょうど雲だ。するかな、すごいですね。この潮風が気持ちいいのが伝わらないのがもったいないですね。いや、いいですね、うん、ちょっとこれ1枚いいですか。すみませんね。いや、これいい写真が撮れますよ。いや、これちょっとイメージビデオ。IV ね、IV。 逆光、まあ、ちょっと逆光になりますからね。なんか月も出てますよ。太陽にかぶってるけど。はい。撮れましたよ。ちょっとこれはもうオープニングでの時に使えそうな海ホタル。カシャ言ってる今。いやー、じゃあちょっとね、これでね、今度はじゃんけん勝って。美味しいもの食べて最高のドライブロケですから。じゃあ中に何あるか、じゃあ見にもう一度リベンジします。頑張ります。これです、狙ったやつです。これちょっと今度こそはね、これをちょっと食べたいと思います。全部あの僕が。嘘、なんだよ。代わりに。代わりに。食べるんですか。もう僕が全部いただきます、それは。はい、もうディレクター特権で。マジですか。すいません。私カメラですか。じゃあ頼むだけ、じゃあ渋沢さんお願いします。じゃあアサリ焼きとください。ありがとうございます。私自分なんですか。マジで。はい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 。いや、やっぱりさすが有吉さんに育てられたことあって持ってますね。ありがとうございます。熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ美味しそう。
食えないですよ、渋沢さんは。私も買いましたのに。いやいや、これは食えないですよ。これはわ、めっちゃうまそう。これやばいですね。あ、もうこれじゃあ、はい、いただきます。はい、はい、嘘嘘、めっちゃ美味しそう。うわタレ、下わ、なんかアサリのタレが、うわ、やばいですね。うわムカつく、うん、超ムカつく。アサリ入ってます。うわ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 、そうだよ。ちょっとこれはうまいです。うわマジか。これすごいでしょう。すごいですね。腹持ち良さそうな。これもうそろそろガッツリ行きたいので、これをかけてじゃんけんでしょ。じゃんけん言うのも気まずいです。じゃんけんです。あ、これもとか、あ、いいじゃないですか。いいですね、はい、してみたいと思います、はい。やっぱり弟くんも、認証しなきゃいけない。弟くんもどうしても勝負がしたいという、はい、弟くんもどうしても勝負したい。ここで勝てばいいんです。はい、あっと残念、渋沢さん。ありがとうありがとうありがとうね、バイバイ。これバイバイ。あ、何くんと何くんですか。はいはい、ありがとう、バイバイ。バイバイ。そしてまさかの、あ、今のはもう負け。勝ったじゃん。今のはもう負けという。勝ちましたよね、今。残念ながら負けてしまいましたので、これあの、だってこれ僕が食べ、いや、これだいぶ食べてますから、だいぶ重い。私お酒もなんかどんどんお腹空いていて、勝ちましたかね、今、マジで。もう、これはごついよ。ちょっと、うわ、これは、これはごついですね。これは重い。おお、すごいですね。これは重い。いくらするんですか、これ。これは240円。結構高級なパンじゃないですか。パンですからね。すごいですね。いい匂いしてますか。わー、いい。割ってみます。あー、すごい。これは、あ、割ってみましょう、割ってみましょう。うわ、すごいすごいすごい、すごいです。うわー、おー、すごい。ふかふか、あの、なんか重いかなって思ったんですけど、意外にふかふかです。あー、じゃあ食べてみます。いやいやいや、もう、いや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 、食べ過ぎですからね、もう。こちら、いただきます、いただきます。うわ、いや、むかつくな。これは、これは
ふっかふか。なんかクリームも入ってるんだ。あと外カリカリで。ね、すごいカリカリしてますね、うん、ビスケットみたいな。中は。いやちょっとこれは何とかしないで。いやさっき買ったんですよ私マジで。欲しいな。頑張ります。もう本当お金ないですから。今日ロケだからってお金あんま持ってきないんですから。やめてくださいよ。もう頑張ります。もうだいぶちょっとイライラしてきましたよ。これ食べたいですよ。あ、なんすかそれは。プリン。プリン。プリン食べたい。おいしそう、何あれ、おおおお、何これ、チップリ、うわ気持ち悪い、何これ、あ、何これ、マヨネーズ、何これ、え、どうしようかな、でもね、そうだ、いいな、これ食べたいな、このホタルスイーツ、おお、美味しそう。あ、ちょっとあの、じゃカップルのとこにお願いしようかな、はい、すいません、ありがとう、体験していただいてもよろしいですか。じゃんけんで勝ったらこれが食べれるんですけども、いいですか、じゃんけんだけ、カップルですか、あ、違うですね、じゃあちょっといいですか、一発勝負で、一発勝負、可愛い女の子とじゃんけん、はい、勝ちます。最初はグー、じゃんけん、ありがとうございます、OK、 ありがとうございます。私これ本当食べたかったんですよ。残念ながら僕が食べることに、え、マジで自腹で払うんですよ、食べてんのに。ありがとうございます。最悪、もうマジで渋沢さんやっぱり持ってるね。食べたかった、私は本当に。ドライブで使うか。続々本当大人気で売れてますからね、うん、あ、マジこれいくら400円もするのこれ、マジで超ショックだよ。このプリンとか乳製品に目がないので、400円痛いいやーショックね。400円ので高級プリン食べられないです。じゃあ青いのこれリベンジしたいな。美味しそう。400円もするですよ、ね、400円ですよ、ちょっと、わあこれ絶対美味しいわ。いや絶対ダメだ、超冷えてる、めっちゃ冷えてる、美味しそう、めっちゃ冷えてる、めっちゃ冷えてる、わあこれたまんないっすね。ちょっと食べたい、食べてるけどあ、じゃあどうぞ、あの僕にもらっていいですか。絶対美味しいよこれ。これいただいていいですか。じゃあ絶対食べたい、超食べたい。あ、大丈夫かな。おなんか変なビデオみたいな、くださいよいやこれ超羨ましい。ちょっとどう、すごい、あ、わ、とろとろ、わ、とろとろなんなんですか、やめてください、ちょっと意外なんですけど、ね、いただきますね、はい。あの、はい、ヨーグルトとプリンの中間、はい、ね、体験したことない味なんですけど、400円ですよ。ちょっと腹に来ますね、そろそろ。うわ、めっちゃ美味しそう。うまっ、これ食べたかった。海ほたる来たらおすすめです。うわー、いいなぁいや、ほんとにこれはほんと食べたかったみんなじゃんけん強くないですか。うわー、ちょっとね
ました。本当にちょっとね、ドカンと美味しいもの食べたいですね。いい加減にちょっとやばいです。お財布もやばいんで。次、本当次こそ、もう次こそ勝ちます。頑張ろう、頑張ろう。僕ね、人から譲られて、ちょっと運気をね、回復しようと思って、一回ちょっとね、流れを変えたくて、盛り上がってましたゲームセンターにいまして、パンダがね、北参道のパンダがいたということで、これを、私が1000円以内取れたら、はい、1000円以内ですね。今までの、食べ物代は全部バックします、はい、私は1000円内取れたら、はい、さっきまで使った、はい、めっちゃ食べたプリンとかなんとかカンとかのお金を、はい、ここで全部お返しします、はい、ただ、はい、1000円超えた場合、はい、この1000円も自腹です。マジで？でもね、500円で参加だから6回できるでしょ。6回ですね。1個目取ってるんで、6回あれば取りやすくなってるんじゃないですか。結構ね、いけそうなんで、じゃあ絶対取る、マジで。なんでこれを見とったら1000円見ることするわけでしょ。そうです。日本語で得意なんですよね。お、練習ね、練習ね。ちょっと今のうちに両替を500円玉に。これは自腹へのカウントダウンじゃないですか。ぜひお願いします。ラスト 1? ラスト1回お願いしますよ。じゃあ500円いきますか。自腹分がさらに500円増える可能性もありますけど。でも、はい、これ500円だったらいいですか。じゃあそうです、まあ、それだったら OK にします。じゃあ、はい、あと3回自腹額がどんどん増えていきますか。これ自腹マジやばい。もう1000円超えなくなった。私でもね、これ北さんの放送局のためにラスト行ったらいいですか。飛びますよ。これI'm sorry.
いや、ちょっと待って、ダメですか、ダメ。あの、いくら使ったんですか。行きます、次行きます。いや、あの、おかしいですけど、ちょっとあの社長がね、今2,000〜3,000ぐらいは使いましたよね。いくら使ったのかな。2,000〜3,000使って取れなくて諦めたところ、社長がちゃっかりでゲットしてるんですよ。いくら取ったんですか。500円。500円。いや、私のがあったからです、これ。ダメ。だって美味しいとこ絶対持ってきましたよね。いや、もうお腹も空いたんで、あの4回、私今4回だったんですけど、4回がじゃんけん全滅。先輩で回りきってしまいまして、5回の、まあ4回は結構スナックな感じだったんですけど、ほらちょっと5回に行って、もうちゃんとパンとか食べていきたいと思います。あ、言っても1,000円ぐらいしちゃうと思うんですよ。言っても頑張ります。食べないとやばい。すごいロマンチック。映りますか。なんとなく映ってます。すごいロマンチック、静かでしたね。景色を見たんで、だいぶ流れが来たと思うんですよね。ちょうどパンダが腹立つような、見てくださいよ。絶対私のせいで、私のおかげですからね、それを。お、あ、いっぱいあります。はい、わ、海鮮パンダ。あー、すごい、これ。あの、あ、これいいな、料理長のおすすめ、アサリ丼。これこそが美味しそうですね。海ホタルっぽくないですか。じゃあ私はここでアサリ丼を目指して頑張ります。じゃあアサリ丼でじゃんけんしたいと思います。はい、アサリ丼。ごちになります。もう食べなくていいでしょ、だって。いや、まだもうちょっと。だってお腹いっぱいでしょ、だって。ちょっとおかしくない、やらせですとか言われて。やらせ、なに、マジで食べないでしょ。もう食べるんですか。食べますよ。食べるの。北さんの放送局やらせなしなんで。マジですよね、でも。やらないですよ。いくらするんですか。いくら。高っ。20円。
結構いい値段しますねこれ。私本当考えたのマジで、わめっちゃ美味しそう。ドリンクバーだ。ドリンクバーいいよね。はい、マジで。じゃ早く注文していただいていいですか。まだ自分取ってきてくださいよ。もう720円、さっきのパンダでもう計算したくなくなってきました。もう5000円以上ですね今日。マジで自腹金。まだ高いないんですよ。2000円ぐらいしか入ってないですからね。いやでも本当にちょっとじゃあ、はい、ちょっと待ちましょうか。じゃあカメラ持っていただいていいですか。あこれはすごいよ。すごいじゃないですか。もうちょっとお腹いっぱいであんまり食べたくないんですよ。いやムカつく。もう720円ですよこれ。じゃあいただきますね。うわがっつりいくのそんなに。おいただきますね。ムカつく。これはムカつく。うまっ。うん、ちょっと一個だけ、一個だけ食べたい、一個だけ食べたい。うわムカつく、めっちゃムカつく。これうまだったらぜひ。もう全部それだもん。もううわもう、といえばバーガーですよね。はい、これ最後。これ最後です。もうあのビテープがないです。もう。マジで？はい。ちょっと待って。まずノーパラできたから。はい。そうなんです。急に連れ出されたもんなので。で、はい。マジで？もうラストですこれ。ダブルバーガー狙いますよ。ダブルバーガー。ちょっと待ってください。はい。絶対買ってもらっていいですか？もうね。お腹パン。食べてるからいいですけど、はい、食べてない。あ、いいんじゃないですか。これいいんじゃないですか。食べてるよこれは。はい。はい。さっきじゃんけんしてくれたよね。さっきの子。ああ。もう一回じゃんけんしてもらっていい？はい。せーの、最初はグー、じゃんけん。ありがとうございます。ちょっと。もう食べれませんよ、もう。全敗？全敗ですか？ダブルバーガーいくらですか。880円。高っ。高っ。ちょっと見て、私あらもう財布の中身2000円しかないんだけど。これもう海ほたるから歩いて帰っていただくしか。あ、ダブルバーガーだったね。売り切れですね。売り切れですね。売り切れなので、はい、俺エビ食えないです。いやいや、なんで注文。チーズ、普通の。あ、そうですね、普通のやつでいいですよ。よかった、200円も安い。200円も安い。だんだん価格負けてきてるようになってくるんですけどね。お腹すきましたよね、本当に。これね、もう僕食べれないですよ。めっちゃ美味しそう。もう美味しそうなんですけど、渋沢さんは食べれないんですよ。食べれない。残念ながら。これ本当に買うぐらいありますよ。マジで本当大きい。見て、うわほら
これはこれは大きい。こんなに食べれないですよ僕。いやもう相当お腹パンパンですよ。これは厳しいですね。じゃあすいません。絶対美味しい。わー残念。あー残念ながら僕がいただくことになるんですけど、これは。いやーこれ本当絶対美味しいよ。これやばいですね。すごいボリューム。いやもうちょっとね。最後でしょこれ。結局私食べれてないですから何も。食べてないですね。いやー。じゃあちょっといやいやいただきます、ね。いやムカつく。680円だよ。いただきますね。うわ、全然なくならない。え？これは。いや、どうですか？美味しい。もうでもさ、絶対お腹いっぱいで、ちょっとお腹めくってくださいよ、ちょっと。いや、すごいよ、本当に。ちょっと食いすぎですから、これ。もう。やばい、あのね、でもね、なんかバッテリーがあとね、5分、はい、やばい、うわぁ、これ僕もう家に持って帰るんで。え、持って帰るんですか、ね、食べたいの私。食べれないので。いやもう最悪、もう超美味しそう。うわぁさぁということで、残り5分、3分ぐらいで5分も来てます。5分ぐらい、5分切ってる、はい、ということで、今回渋沢陽のノープランドライブポルシェデコイン海ほたる、食い倒れのなんか楽しい感じのロケになるはずだったんですけど、なんと私じゃんけん全敗。ありえます、こんなん。ありえます。そしてですね、ジャンケンで負けたので、すべて自腹になったんですか？本当ですか？自腹です。本当？はい、ガチで自腹です。いくらになったんですか？結局もう忘れてるんですけど。はい、約5000円ですか？約5000円。4860円の自腹で。4860円の自腹？はい。嘘ですね。でも財布なんかもう千円札1万しかないんですよ。マジですか？これ結構違かったんだったけど。これ結構違かったんだよマジ。3000円使ったからね、これで。うわーもうお腹も空いてるし、お金もなくなったけど、ヘロでないよ、最悪ですよ。お腹パンパンですからね。食べ過ぎですよ。どんだけ食べたんですか。5時の食い倒れで。いやもうね、でもね、まあポルシェを運転できて、運転して帰ります。でも運転して帰るんですけど、もうバッテリーがないので。実は帰り道なんですけど、はい、大渋滞しております。帰り道大渋滞？大渋滞です。はい。そっか、ちょうど来るだけ結構スムーズだったけど。そうなんです、帰省ラッシュです。すごい渋滞の中、お腹空いて帰るんですか私？そうです。帰りも一切食わないでください。ということでですね、また機会があればこんな感じ、今度こそはね、ジャンケンとかなくてグルメレポートの感じとか、いい感じでね、食い倒れたいと思いますので。もうさ、本当帰るんですか？帰ります。わお疲れ様です。はい。もうということで、渋沢陽のノープランドライブポルシェでゴーイン海ほたるでした。なんかだったんじゃないけど。拜拜。拜拜。